デビット・ブルース・ランドクイストは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州エセックス郡、ビバリー出身の元プロ野球選手、野球指導者、宇トを右ミギ現在は、MLB のフィラデルフィア・フィリーズで、投手コーチ補佐を務める。NPB 所属時の登録名は、デイブ・ランドクイスト。1993年の MLB ドラフト5巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、プロ入り。 1999年4月6日にメジャーデビュー。2000年はカンザスシティロイヤルズと契約するものの、シーズン開幕前の3月29日に解雇され、同年はアメリカ独立リーグのアトランティックリーグに加盟するアバディーン・アーセナルでプレーした。2001年はサンディエゴ・パドレスと契約し、メジャー復帰を果たす。2003年に広島東洋カープに入団し、来日。 メジャーでは、ケングリフィージュニアから三振を取ったこともある右腕だが、日本では好成績を残せず1シーズン限りで、退団し、帰国した。2004年は、ピッツバーグパイレーツと契約するものの、メジャー復帰は果たせず、同年限りで、現役引退。2018年には、フィラデルフィア・フィリーズ参加のトリプル A 級、リーハイバレー・アイアンピックスで、投手コーチを務め、 2019年シーズンからはフィリーズの投手コーチ補佐に就任する。最速時速150キロメートルを超すストレートに加え、カッター、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。